近くの園芸店でトマトの苗をまた買ってきました。これが、大型福寿という品種です。で、だいぶ前に買ったのがこちらですが、これも同じ品種なんですが、育ち方が違います。うちのはこんな小さいですが、もうこんな大きくなってるんです。それで念のためにもう一個買いました。そしてついでに、ホーム桃太郎という品種、これは接ぎ木だそうですが、たくさん実るということでしたので、これも買いました。いつの間にかトマトの苗が3個になってしまいました。以上です。